いろんな勉強をしていくってことの中で、いろんな知識を身につけるってことが大事だと。自分たちの身の回りの状況がどうなってるかってことを知ることで、それは結局自分を知ることなんだよ。知りたいから全てが始まる福島民法。